OKFWJMC 野澤翔です。さあ8月27日いよいよ東京プロネイチャーカーンプレゼンツで今年も開催されます。なんとチケット完売、満員御礼、そして皆さんなんとペーパービューが決定しました。そう、東京プロ名だたる日本人選手が出場を表明しています。誰が今年一番最初にオリンピアの切符をつかむのか、楽しみなコンテストとなっております。そして今年日本初のクラシックフィジークも開催となりますので、全国が注目するビッグプロショーとなりました。そして皆さん、ペーパービューもありますので、お見逃しなきをよろしくお願いいたします。それでは8月27日ネイチャーカーンプレゼンツ東京プロ、皆さんぜひお楽しみあれ。さあ、そしてですよ、ライブ配信も決定しております。まあ、会場にはね、もうなんだろうな、満員御礼、チケットソールドアウトなんですが、ライブ配信ペーパービューが決定しているんですが、なんと本間ジャッジが今回解説に入ります。はい、よろしくお願いします。はい、もう本当にリージョナルショーをずっと見ている、ジャッジですから、もうみんな期待してますよ。そうですね、もう100戦以上は、ジャッジしてきましたので、そのジャッジ目線でですね、さまざまな分かりやすく、カテゴリーだったりコンテストのルーティンですね、ペーパービューを見ている皆さんのために、解説していきたいと思います。競技者、そしてジャッジ、もうこれはね、皆さん聞き逃せない、はい、そして実況、実況ですね、実況は毎度おなじみ三沢アナが来てくれてますから、ちょっとね、三沢アナは声がいいんでね、ちょっと私もちょっと喉をね、前日は休ませながら、今本気じゃんコンディション作っちゃって、喉をね、ちょっと喉飴舐めながら過ごします、今週は。そうですね、はい、大注目の東京プロ迫っておりますネイチャーカンプレゼンツペーパービュー、ゲスト解説には、あの方々が入るんですが、ビキニはIFBB プロオリンピアも経験しているサリアン加藤エディのお姉さんですねが来ます。そしてボディービルは、ボディービルはですね、まあ、クラシックの解説を、はい、倉持プロが、そうですね、ボディービルから、はい、兼倉持選手が来てくれます。はい、そしてフィジークは、田口選手ですね。そうですね、順平選手が来てくれます。順平選手も、まあ、ジャパンプロにおそらくですけど向けて、まあ、そのね、下見も兼ねて絶対来るだろうな。そうですね、まあ、選手としてですけども、解説、まあ、実況に入ることによってですね、かなりこの選手の人たちも、モチベーションが高まってくると思います。はい、そうですね、さあ、オリンピアクオリファイアそれぞれ1枚だけですからね、1枚だけ、まあ、全ての選手平等ですけれども、やはり日本人選手頑張っていただきたいというのは、やはりね、日本で賞を行っている我々としては強い思いはあります。いや、ドキドキしてきました。それでは皆さん、東京プロお会いしましょう。中途半端な体で来ないでください。僕の中では、その大会自分が出ると分かっているのに、この大会出ますって言ってる人は全員自分に勝てると思っていると思い込んでいて、そんなわけないということを証明して、今年はもうさらに圧倒的に